お、グラビアアイドルマイスターなんですよ。はい。じゃあ俺は世界遺産検定マイスターよ。俺はグラビアアイドルマイスター。検定とかないの？グラドルマイスターなんですよ。お前が言ってるだけじゃん。うん。で、なんかまあ、ツイッターとかでグラビアアイドルめっちゃフォローしてるから、写真とかまあ出るじゃん。水着とかさ。それをめっちゃ保存するわけよ。知らねえよ。も衝動的にめっちゃいいなと思ってめっちゃ保存するのよ。あ、そう。で、カメラロールがパンパンになっちゃうから。わかるね。もう何もなくなっちゃうから、そのグラビアだけで。他に。ネタの動画とかがもういなくなっちゃうから。そっち撮っとけよ、お前。だから、邪魔だから、他のフォルダアプリに移してるわけですよ。なんか、ネーミングつけて。篠崎愛とか。フォルダごとに、うん、橋本里奈とか。すごいね、お前の。原つむぎとか、ミリーチカとか、篠のめんみとかやってるわけ。知らんけど、知らないけど。で、このずっとやってて、もう、そっちももう、一人で1000とか2000とかも、マジで。すごいね。もう行っちゃってんのよ。マイスターじゃん。だけど、見返さないんだよね。そのフォルダから。写すだけ写して。そう。もうその瞬間のときめきだから、その画像出会う。いいように言うなよ。おぉ、いいねと思って保存するまでがもう関係してんの、それで。ああ。だから見返さないのよ。知らないけど。で、その、フォルダに写すのもうめんどくさいのよ、ぶっちゃけ。まあ、一手間かかってる。もう一回カメラロール400枚ぐらいのを分けてこの人はこれみたいのにこう入れなくちゃいけない。めんどくさくて、もう最近は保存して400枚ぐらい、まあ溜まったらもう消してて、ただ削除してて、溜まってはただ削除するっていう。無駄な作業だね、それは。どんどん溜まってはいくんだけど、もう消してるだけだから何にもなってないの。なんなんこの人生は。知らん。何やってんのこれ。ずっと。お前。何やってんのこれ。こっちのセリフです。どういう人生ですか。